シエラネイバダコーポレーションはアメリカ合衆国ネバダ州にある航空機宇宙船の開発製造会社である。世界各地に顧客を持ち全米17州に31の拠点がある。会社標語はイノベーティブアジャイルテクノロジーソリューションズ。ジョン・チソムによってネバダ州の飛行機のハンガー開発企業として1963年に設立された。その後、 チソムの娘であるミシェル・バーフィールドによる経営は成功した。1994年、ファティ・オズマンとエレン・オズマン夫妻により買収された。さらに、航空宇宙産業のみならず、再生可能エネルギーや遠隔医療、ナノテクノロジー、情報管理分野にも参入し、オズマン社長の経営のもと、30年以上、事業拡大を続けている。 2014年6月には液体ロケット推進系生命維持システム、消化技術に強みを持つオービタルテクノロジーズ社を買収した。オービテック社はドリームチェイサーの環境制御、生命維持システム、熱制御システムの開発で3年間シエラネバダ社と共同で作業を行っていた。2013年2月27日には SNC は共同で、 エンブラエルエンブ -314 を提供しているエンブラエル社と共にアフガニスタン軍に偵察や訓練機能を提供する米空軍ライトやサポート契約のための入札を獲得した。さらに MQ-9 リーパーに搭載するゴーガンステアプログラム広域監視センサをフロリダ州のエグリン空軍基地において空軍と共同で2009年から開発を続けてきた。 ドリームチェイサー国際宇宙ステーションへの物資輸送を目的に開発されている宇宙船。もともとはスプスデブ社が開発していたもので、2008年の買収後は SNC により開発が続けられている。SNC はスケールドコンポジッツ社のスペースシップ2に搭載されたロカッテモタートも開発している。2013年4月29日、スペースシップ2は ロカッテモタートを使用して音速の壁を破った。ありがとうございます。